たせはにぎわってる街、恋人たちを過去に重ねる、いつまでもあなたのことを思い出しているの、ずっと一緒と抱きしめてくれたことも振り返るたび、涙がこぼれる、どこへ行ったら会えるの、 I miss you、 あなたの声もあなたことを
り向いたって風が吹いているだけ。ウォー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  Yes ウォーウォーウォー。俺が恋して破れた夜はガキの頃よブランコに立ち汚い言葉大声で叫びそばにいてくれた優しさが染みた。どんな辛くたって悲しみが続くわけじゃねえ。強く生きようぜ前しか向かねえ。別れの時明日を信じようぜ。お前がいなくても俺がいなくても一人で生きられる。別々の道進んだって空は繋がってるんだ。ウォー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 向かねえ。最後くらいはカッコつけさせてくれ。新しい世界にビビってるけどもう後には引けねえ。あ、歩いた道振り向いたって風が吹いているだけ。ウォーウォーWhoa, whoa, whoa. Yes, whoa, oh, oh, oh. ありがとうございました。1曲目はサイレントサイレン、うわ、サイレントサイレンの I Miss You って曲で、2曲目は AKB48 の前しか向かねって曲でした。改めましてこんにちは、耳なしうさぎです。プロフィールはフライヤーに書いてあるので歌ってる間にでもぜひ目を通しておいてください。次の曲はスピッツさんのチェリーという曲です。知ってる人も多いと思うのでぜひ手拍子をして楽しんでください。君を忘れない曲がりくねった道を行く生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂二度と戻れないくすぐり合って転げた日きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの日汚れた手で書き上げたあの手紙はすぐにでも捨ててほしいと言ったのに少しだけ眠い冷た水でこじ開けて今急かされるように飛ばされるように通り愛してる
悪魔のふりして切り裂いた歌を春の風に舞う花びらに変えて君を忘れない曲がりくねった道を行くきっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよささやございました。スピッツのチェリーっていう曲でした。今日は30分の枠なのであと15分くらいオリジナル3曲を歌いたいと思います。あと今日は物販コーナーでオリジナルの缶バッジとちょっと 4個しかないんですけど手作りのストラップを用意してきたので、まあ、買わなくても喋るだけでいいのでぜひ来てください。お待ちしております。では今からオリジナルの曲を歌っていきます。1曲目はシャンパンという曲です。ふとした時に思い出す君とのいい思い出今ではこれぼっちも好きじゃないのにどんなに今は嫌いでも二人の記憶が蘇るあの時の幸せが私に好き私は君に酔わされた安っぽいそのセリフで泡のように消えてほしい君を知らない私になれふとした時に思い出す君のいい笑顔を忘れそうなほど会ってないのにどんなに今は嫌いでも二人の記憶が蘇るあの時の幸せが私を過去に私は君に酔わされた安っぽいそのセリフで記憶から消えても心には君が残ってる目の前に映ってるのは君の姿で素敵な人だったんだ好きだと気づいた私は君に溺れてた
君の言葉が好きだった。変わらないこの事実、いつまでも私、この心に注がれたほろ苦くて甘いフレーバー、満ちたまま残ってる、抜けることない君への熱、いつまでも私君が好き。ありがとうございました。シャンパンというオリジナル曲でした。2曲目は幸せという曲です。引き寄せられるように抱き合う、引き寄せられるように求め合う、会えない時間が好きを大きくしていた。ありがとう。
がとうございました。幸せというオリジナル曲でした。と次が最後の曲になります。最後は最近新しく作った曲で、まだ曲名は決まってませんが聴いてください。戻らない。そばにいたい。
とうございました。耳なしうさぎでした。ぜひ物販コーナーで話しかけてください。あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、耳なしうさぎさん。はい、はい、耳はどこにありますか？ここにあります。どこ？ここです。見えない。えこれ怖い。いや、オンエアの人は見れてないですね、残念ながらね。あ、そうですね、はい、写真で写ってっか、耳、はい、写真で写ってましたね。はい、耳なしうさぎさん、通称耳うさ。はい。耳なしはどこ行ったの？え、耳うさだったら耳がついてるうさぎじゃないですか。本当ですよね。本当ですよね、はい、本当に。いや、なんか誰かがつけてくれました。なんか耳なしうさぎって長くないですか、名前。耳なしでいいじゃないですか。なんかなんか妖怪の名前みたいな感じだよね。怖くないですか？怖いですね、はい、なしうさとかね。あ、呼ばれたことありますよ。ある。はい、なしうさ。まあいろいろ、まあ何でもいいですよね。はい、耳なしうさぎさん、この由来はね、前回も聞いたんですけれども、はい、まあ、初めての人もいると思うんで、ぜひ説明してください。簡単に言うと、仲いい友達からもらったクリスマスプレゼントの3日後に地震が起きて折れました。え、地震が起きて、年末に地震があったんだ。いや、普通に軽い地震だったんですけど、はい、ちょっとテレビ台のところに置いてたら落ちて折れてました。え、あれ言わなかったっけ、陶器のうさぎ。割物のうさぎのなんかアロマのやつです、もらったんですけど。なんか貯金箱みたいなやつじゃなくて？いや、丸いやつです。丸い。はい。で、なんか丸いうさぎ、アロマのやつだから、なんかいい感じだったのに、そのアロマの液体をつけるこの部分、この紐の部分のついてる陶器のところも折れました。なるほど、はい、そしてどうしたんですか？もうゴミに捨てちゃった。いや、なわけないじゃないですか、はい、ちょ、耳つけないで置いてあります。つけないで。はい、で、あれ、それなんかアロアルファとかでつけない。あ、なんか可愛いなみたいな。あ、なるほど、はい、結構 S なんですね。そうですか。怖いな、はい。そしてそのままじゃあ耳がないまま、耳がないまま、血まみれのうさぎがこう、はい、
飾られてる感じ。はい、そうですよ。すごいね、怖いね、若干ね。怖いですか、はい、うん、耳がないんでしょ。かわいいですよ。かわいいの、はい、それなんかじゃあ毎回あの物販席に置いとけばいいじゃないですか。いいですね。でも割れちゃうと困るじゃないですか、持ってくときに。じゃあ今度耳なしウサギじゃなくて、あのバリバリウサギとか、こう粉々ウサギとか、そんな感じになっちゃうね。ひどい。ひどい。いや、ね、だって割れたらね、割れたら、じゃあ名前変え。でもなんかトレードマークだから、それにそのキャラクターで缶バッジとか作った方が良かったんじゃない。あ、作ったんですよ。お、あのだるまって言われたやつが、あれだるまじゃなかったんだ。いや、あれ耳なしウサギだったんですけど。あれだるまじゃないんだ。はい、だるまじゃないです。可愛いじゃないですか。でもなんかあれですよね、今の耳なしウサギさんにそっくりですよね。失礼じゃないですか。いや、なんかあの感じが、丸い感じが。だるまですか、私。髪型も丸いじゃないですか。あ、褒めてますか。そうですね。ありがとうございます。はい、で耳なしウサギさんに、あのさっきのライナさんみたいな耳をつけるとどうなるんですか。ウサギです。ウサギになるんだ。なるほど。そういうことじゃなくて、はい、ウサギなんですね、はい、そっか。じゃあなんかぜひね、次回は耳をつけて、いや、耳ありウサギのコーナーとか、なんかそういうのどうですか。そうですか。それいらない。うん、はい、気が向いたら。はい、さあ、みなしうさぎさん、関東から来てるんですよね、はい、どこら辺から来てるんでしたっけ。栃木県です。栃木、はい、遠いですね。遠いです。昨日も群馬とか結構たくさんいたんですけど。そうなんですか、栃木のどこら辺ですか。宇都宮です。あ、餃子ですね。餃子です。餃子、はい、なんか餃子ってあのなんか耳に似てますよね。そうですね、ね、うん、はい。はい、まあ、どうでもいいんですか。でそんな遠くから来てるんですね、毎回ね。はい、そっか、遠くから来てます。はるばる宇都宮から。そうですよ、はい、なんか餃子の缶バッジとか作ってもいいですよね。餃子グッズとか売れると思いますか、うん、どうでしょうね。はい、ということで、なるほど、結構遠方からね来て、こうやって見に来てる方もいらっしゃるしね。はい、ということで、じゃあそんな感じでね、最後に告知とかあれば。告知、毎日、ほぼ毎日ツイキャス配信をしてるので、よかったら来てください。あとは今のところライブが、日にちが決まってないんですけど、なんか年末にやるそうなんで、年末よかったら、そう、ちょっとツイッターとか確認してみてください。 あとは今年度中に頑張れれば CD を作りたいと思ってるので、ぜひ、うわ、買いたいって思った人はもう買ってください。あ、多分何でもないです。はい、買ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。耳なしうさぎさんでした。